どうもこんにちは、よすけです。今回はフィールドレコードで新作の UL テーブルが発売されたので、その使用感をお伝えします。さらに今年は新作のマットも登場。これまでご紹介してきたフィールドレコードの魅力的なギアの数々もまとめてお伝えしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。こちらが最新の UL テーブル、FR ウルトラライトテーブルです。持っただけでわかるこの軽さ。重量はなんと 45g です。しかしこのテーブル、ただ軽いだけではないんです。おしゃれなデザインで、耐荷重がなんと 4kg という剛性を備えた機能的テーブル。その秘密を詳しく見ていきましょう。まずはこの薄さです。収納時の厚みはなんと約 3mm。これで耐荷重 4kg を実現するのはすごいですよね。素材はポリプロピレンの1枚板。収納時はそれが半分に折りたたまれています。バックパックのポケットにすっぽり入れて運ぶのにもちょうどいいサイズ。このようにバックパックの背中の方に入れておいてもいい感じですね。ではこの留めているベルクロを外しまして、早速組み立てていきましょう。最初は折り目が馴染んでいないので、何度か折って型をつけておきます。そしてこの両サイドの紐を引っ張るだけで、なんとテーブルの形が一瞬で出来上がってしまうんです。あとはコードを絞って固定するだけ。この組み立て感は爽快ですね。そうなんです。これもフィールドレコードオリジナルの第2マシンでできたガイライン。非常に頑丈にできたコードです。そしてこのコードの幾何学的で綺麗な配置。この一つ一つの角度や長さを研究して、薄いポリプロピレンテーブルなのに頑丈な強度を実現したんだそうです。あんなにシンプルな組み立てなのにかなりしっかりしてますよね。そうですね。このあのラインの穴の位置、はい、それとあと引っ張りの角度で、はい、この素材でもあの最強の強度を出せる。このテーブルの足の部分の重なりもすごいですよね。コードを引っ張ることにより足の部分が四重になり、重さを支える形状になっています。デザインでこの強度を出すのって本当にすごいと思いました。天板のサイズは 16cm×24cm。メスティンとカップを置くのにちょうどいいサイズになっています。では本当に 4kg 乗せても大丈夫なのか。2リットルのペットボトル2本を乗せてみましょう。まずは1本。全然大丈夫ですね。そして2本目。しっかり乗せることができました。4kg の負荷がかかってもテーブルが潰れることがありません。耐荷重はスペック通りでした。またいつものをやるんですね。ものすごくだらけながらのチェックでしたが、耐荷重は全く問題なさそうです。ただ、そのままでは素材的に加熱した調理器具を乗せることはできません。それを解決するのが付属のこのエアロゲルマット。これが付いてきて、このテーブルお値段3960円です。エアロゲルとは宇宙服などにも使われる軽量で断熱性のある素材。重さはわずか 3g。 スポンジのような触り心地ですが、しっかり断熱してくれます。これをテーブルの上に置いたら、
湯沸かし後のポットなどを置くことが可能になります。この日はカップラーメンとエバニューのマグポット500、サイズ感もバッチリですね。日帰り登山にはこのぐらいがちょうどいいです。そしてこの日のカップヌードルアレンジはカレー味に山盛りポテトスナック、粉チーズもりもり、そして温玉をトッピングした爆盛りカレー麺です。食べてる間にクッカーをずっと置いておきましたが、テーブルは変形することもなく綺麗なままでした。ただアルコールストーブや鉄板やスキレットなどの蓄熱性の高い調理器具はこの上に置くことはできないのでご注意ください。超軽量でコンパクトでおしゃれ、これは山飯の相棒になりそうです。ではここからはまだまだ盛りだくさん、魅力的なフィールドレコードのギアをご紹介します。こちらは FR スリーピングマット、アルミフィルム入りの10ミリ厚のサイズです。日本人の平均体型をもとにマミー型にカットされたマットでして、シュラフの中のインナーマットやハンモックにも使いやすい形状、キルト型の寝袋とも相性がいいです。マットはアルミ蒸着フィルムをポリエステルシートと低密度ポリエチレンフォームで挟み込んだ5層構造。重さはわずか 358g。反射熱と保温、軽量化を実現したマットです。厚みも様々なタイプで展開されているんですが、今年は新素材、先ほどのエアロゲルを使ったマットも発売されています。これがかなり気持ちよさそうなんです。エアロゲルのスリーピングマット、厚さ3ミリです。3ミリの、そうですね、重さこれで95グラムですか？そうです。このマミー型にカットしたマット。高断熱素材、ね。はいはい。エアロゲル。宇宙服とかに使う。エアロゲル、これ、なかなかマットで使ってるのってあんまり見たことないですよね。そうですね。うちが初めてだと思います。初めて。なんかすごい食感がふわふわしてるんですけど、この触った感じが。こうあまりこう触り慣れないような。はい。感じの、すごい、ある程度柔らかさもあって、はい、断熱効果も優れている。もう夏とかだったらこれだけで寝られちゃう感じですか？下の地面の状態によっては、はい、もうこれ1枚でももちろんあれですし、はい、例えばある程度地面がボコボコしてるんでしたら、うん、例えばこれだったら硬さがちょっとあるので、はい、これと組み合わせていただいたりとか。なるほど。下に敷くのがこっち。はい。で、上にこれを。で、上にこっちのふわふわな方を敷くと。あ、確かにそうすると寝心地いいですね。しかし軽いですね。95グラムこれで。すごいな。はい。好きに折りたたんで入れていただいたり、るこもそうなんですか。折ってもこれ強度的には問題はないんですね、素材的に。はい。はい。製品で言うと、はい。この8ミリ、厚さが8ミリ、これとこれが、はい。同じぐらいの。あの断熱効果、そんなに、こっち8ミリなのにこっち3ミリ で同じぐらいの断熱効果。そうなんですか、はい、すごいすごい素材ですねこれ。ただこっちの方がクッション性は高い、はい、クッション性は高いんですね。確かに分厚いから地面のゴツゴツは緩和してくれるんですね、こっちの方が。そうですね、行く場所だけで、はい、あの、はい、スタイルを、うん、組み合わせて使っていただけるようなスリーピングマットシリーズ。そういうことですね。そしてそれらのマットをまとめる FR スリーピングギアスリング、マットに巻いて固定することのできるものなんですが、この中に様々なギアを収納することができます。内側には6つのメッシュポケット、表側にはファスナーポケットがあって、歯ブラシや薬、応急ツールなどを収納することができます。さらにこれをテント内に吊るすことが可能。コンパクトかつおしゃれにテント内を整理することができます。付属のベルクロループを使うと、バックパックや自転車などへも装着が可能。パッキングがものすごくはかどりますね。バックパックに入れてきたのは、超軽量材質、チェアカーボンフィールド。これでなんと 270g です。収納サイズはこんなにコンパクトながら、
展開するとしっかりサイズ。フレームはみんな大好きなカーボン製。このカーボンを連結させて V 字型に差し込むだけで快適な座椅子が出来上がります。座面には先ほどのマットにも使われていた熱反射するオリジナルマットを使用。背面は軽量化のために別の薄いマットを使用しています。この軽さで座椅子を山に持っていけるというのは本当にありがたいです。腰痛持ちには必須アイテムですね。そしてトレッキングポールも面白いんです。 FR カーボンアルミニウムトレッキングポール。カーボンのポールは結構高いんですが、こちらは2本で 17,160 円と比較的お買い得なお値段設定になるのも魅力です。ポールは伸縮式、長さは100センチから140センチまで調整が可能。トレッキングポールでテントを立てるときはこれを使っています。上段と中段にはカーボンを使用しているんですが、下段だけアルミニウムを使用しています。下段は歩いてるとこういった石などに当たることがありますが、カーボンは石に当たって傷などが入るとそこから折れるリスクがあります。それを防ぐために割れにくいアルミを下段だけに使っているんだそうです。このレバーロックの締め具合を調整するところもダイヤル式になっていて、工具を使わずに調整できるところも地味にいいポイントです。こちらはフィールドレコードの FR ヒップマット8。お値段660円とお買い得です。耐衝撃性、耐水性、耐候性に優れた日本国内生産の低密度ポリエチレンフォームのマットでして、程よい硬さがあって好みです。厚さは12ミリのものもあって、そちらはお値段880円になります。重さはわずか 24g。 このようにくるくる巻いてバックパックのサイドポケットに入れて持って行ってもいいですし、バックパックの背中の方に入れてフレーム代わりにして持って行ってもいいと思います。今回はこのようにバックパックの後ろに詰めて持っていきました。切り株を椅子代わりに使うときもこれがあれば快適に。適度な硬さで座り心地がいい椅子に早変わりです。ポリエチレンフォームの特性として、使用しているとこういったへこみなどは出てきますが、マットを育てていく感じも楽しんでいけると思います。最後はこちら、超ミニマムな自在金具 FR チタニウムラインロック、1つ330円です。フォルムはシンプルなんですが、この曲がった形状とロープを通すところの形状で、こんなに小さい自在金具なのにしっかりとロープを固定してくれます。ガイロープのサイズは2ミリから3ミリに対応。最近ロープを2ミリのものに変えたので自在もこれに変更しています。重さは1つわずか 1.5g。 小さくて軽いながらも工夫がいろいろ詰まった自在金具です。ということで、いかがでしたでしょうか。注目の UL ブランドフィールドレコード、今後も新作に注目していきたいと思います。本日はご視聴ありがとうございました。このチャンネルではちょこっとライトで便利なギアやプチプラギア、自分がこれは欲しいと思ったギアを紹介しています。そしてたまに DIY でギア作りもしていますので、よかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。